名古屋の人妻牛。先は妹がやります。さすが失格ロコ牛。どうも、しゅんです。妹です。今日は妹と土曜の牛の日を迎え、おな丼を作ります。お店にいていただこうかなと思ってたんですけど、スーパーのうなぎをお店の味に変える方法というビデオを見て作ることにしました。自己申告すると料理すごく下手なんですけど、妹がいるからちょっと安心して作ろうって。資格持ってるもんね。うん、持ってるよ。何に資格だっけ。何回噛んでるねん。韓国料理、日本料理、西洋料理、中国料理、製菓、製パンで6個。すごい。うちの妹すごい人だったね。じゃあ安心して失敗しよう。お、ご飯が炊けました。ご飯が炊けました。炊けたご飯炊けたので、何からしたらいいの。教えて。出汁を取ります。出汁を取ります。電源に入れて。電源入れて、中火で昆布出汁を取ります。この昆布出汁は卵焼きのための。はい、一番出汁を取ります。一番出汁って言うんだ。うんですって。沸騰するのを待ってるうちにうなぎ見せて、うん、これからね、このうなぎを水に流してね、タレを洗ってきます。洗ってきます。この洗う意味って何でしたっけ。あの、焦げないように、焼くときに。焼くとき焦げないようにですって。洗ってきて。今回うな丼を作ろうとしていろいろ調べたときね、うな丼とうな重あるじゃん、うん、何の違いか実はよく分かってなかった。知ってる？銃の箱に入ってるものがうな重でしょ。知ってるじゃん。なんで知ってるの。じゃあ何が違う。物は一緒ちゃうの。違うの。それは知ってたんだ。私違うと思ってた。同じ同じ。結構びっくりしたけど、知ってたのかい。そろそろ昆布を出してかつお節を入れてください。取り出す。取り出す。入れますわ。はい。全部。全部入れます。アクを取ります。汁も一緒に全部取ってるんちゃうわ。出汁をこします。やったじ。 あ、熱い。 いえ、重い。あ、いい香り。これで味噌汁作ってもめちゃくちゃ美味しい。来ました。冷まします。卵を3つ割ります。あいくん、ベゴ。私全然取り出せてない気がするのは気のせいでしょうか。気のせいです。あのさ、私のあだ名なんでしまるんですかという質問がすごく多かった。あの漫画の名前忘れた。アニメのうまるん。そう。妹うまるんちゃんというアニメがあって、外では完璧な子なのに家に帰るとうまるんってなっちゃうじゃん。よく2人で見てたんですけど、私家にいる時はいつもメガネなんですね。視力がとても悪くて瓶底メガネですよ。だから普通にメガネかけるだけですごい外見が変わるので。あとうまるんちゃんもオタクだもんね。そうそうそう。だから妹がちまるんって呼ぶようになったんですね。私うまるん好き。ちまるんは。ちまるんも好き。ちまるんの方が好きって言わないと。すいません、失礼いたしました。うまるんの方がうまるんより好きです。だしを冷ませてる間、うん、うなぎのタレを作ります。じゃん、醤油。スーパーに売ってる普通のやつ。すいません、普通の醤油。醤油を先に入れます。同じ量のみりんを入れます。みりんも普通のやつ。全部普通ですいません。みりんも200。え、普通のみりんって言ったけど、先生と同じみりん。先生と同じみりん。すみませんでした。先生すみません。普通のみりんじゃなくて、先生と同じみりん入れます。
200のみりん1対1日本食で私たち間違ってる。え、醤油が後から見た違いがあるかな。はい、間違ったけどこのままやります。あとね、あれあるじゃん、名古屋の人妻節。え、それは知らない。あ、ひつまぶし名古屋のひつまぶし、ひつまぶし と、福岡のせいろ蒸し。せいろ蒸しはせいろに蒸すものものだからせいろ蒸し。ひつまぶひつまぶしひとつまじゃなくてひつまぶし。ひつまぶしは食べる方法が面白かった。調べた時4等分して、一番最初はそのまま食べて、2番目は、なんというのあれ？薬味。あ、薬味と食べて、3回目はお茶漬けにして食べて、最後は一番好みの食べ方を楽しむ。いつか食べてみたいな。私食べたことある。私は名古屋で食べた。今日のおな丼、もっと美味しいはず。砂糖入れます。糖量って書いてあったけど、あの量りがないので私たちはこのぐらい。それを2回こんなに入るの。こんなに入るよ。本当本当の本当。え、そんなそんなつけちゃったら次に足す時につくじゃんこうやって入れて植えてあ、そのぐらいでいいんじゃない。なんか日本料理の基本は醤油とみりんと日本酒111。うん、111。はい、卵焼きに移りましょう。移りましょう。足を入れます。怖いからストップして、絶対にして。うん、行くよ行くよ。うん、入れる入れる。おお、こぼれるこぼれるもうちょっともうちょっともうちょっと。本当？はい、ストップはい、こぼしましたはい、まじまじしてしまう。できてる。巻いてくちょっと火通ってからにしない。早くやりたいやりたい。トロント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 続きは妹がやります私もうまくいかないかも、ね、みんなに見せてるからか緊張してできないしっかり何個も出たっけうるせえな6個持てるけど卵焼きができませんって。フライパンが悪いのかなとか言っちゃう虫卵になりましたただのすいません、お二人とも料理は下手でした。あ、でも なんとかなったんじゃない。なんとかなったと思うよ。さすが失格6個うぜおお、綺麗にできましたよ。じゃじゃんじゃじゃん。いよいよ焼きます。焼きます。皮の面を焼きます。5分焼きます。5分焦げそうだったらお水をつけて温度を下げる。まだ大丈夫そうやけどほほあっ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 、やっちまった。柔らかくなって目立たないです。大丈夫大丈夫。よかった。あ、美味しそうな匂いがする。するする。待てない待って見て、今日は山盛り山盛りの上に卵を乗せました。じゃん、よく焼けたね。うん、美味しそう。乗せるか乗せるか。うわー待って待って、どうした。待って、ちょっと破れそう。あ、盛りそうどうしよう。落ちる。あ、いける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 。ちょっとはみ出るのがポイントだから大丈夫大丈夫。シャーン、じゃーん、完成。
完成完成きました。しかしすごい大きさ、山盛りです。いただきます。あ、待って、本当に緊張する。なんかね、自分たちで作ったからさ、緊張しちゃうんだよね。いただきます。うん、うまっ。おいしい。ねえ、お店の味。めっちゃ柔らかい。うんま、スーパーで買ったって言わないと多分わかんないよ、これは。卵焼きでバレるわ。そりゃそうだね。卵焼きも、うん、あー、おいしい。優しい味になった。こってり感を卵焼きが優しく包むような感じ。相性が抜群。もう少し食べていいですか？本当に美味しい。ご飯も。うまい、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 うまい。本当に美味しいね。よかった。素晴らしい。この焼き方は本当に革命的。本当に美味しい。自分で作ってそれ言うんかい。言う言う。あ、ビール飲みたくなる。買ってくればよかった。うわ、さすが妹。ありました。おお、じゃん。ムキムキ捨てみな。このうな丼の欠点、一つだけある。なんでしょう、なんでしょう。当ててみて。知らんわ。重いわ。食べれば軽くなるわ。もう口に入れた瞬間溶けちゃう。それでは今日は妹と一緒に、酔った。私酔ったかも。はい、今日は妹と一緒にうな丼を作りました。大成功です。これで今年の夏はスタミナアップして元気に過ごせるね。皆さんも食べてください。食べてください。それではゆっくりいただきます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。